回もセカンドショット地点に来ているんですけれども、はい、今回のテーマは何でしょう。傾斜から高確率でグリーンを捉えるというところですね。萩原さん苦手な傾斜は何ですか。まさにまさにここです。複合ラインですよね。こうつま先上がりの左足下がり、はい、上がって下がってるっていうね、はい、両方が入っている複合ラインもこれが、はい、苦手です。一番難しいところですよね、はい。まあ、そこをちょっと打っていくんですか。また打ちますか。はい、打ちましょうか。はい、はい、ちょっとまた私も打ってみたいと思います、はい、お願いします。はい、はい、狙いは狙いは右バンカーの左端右バンカーの左端、はい、方向に打ちたいと思います、はい、でちょっとクラブ大きめに持ったやつで、はい、行きたいと思います。おお完璧です完璧ですやった。でも一つ言っていいですか、はい、カート向いてました。本当ですか。カート向いて引っかかってうまく乗ってったんです。ナイスです。かなり右向いてた。すごい右向いてました。怖い。アライメントですね。アライメントです。2021年の賞金女王に輝いた稲見萌寧プロを指導している奥島智明コーチが今回の先生。プロを上達させたゴルフメソッドで間違いなくあなたのゴルフがレベルアップします。今回も3ヶ月間全12回でパーオン率 55% を出すためのレッスンをしていきます。今私ちょっとグリーンをしたんですけれども、はい、そうでした、はい、すごく右を向いて狙ったところよりもかなり右を向いて、しかもこうちょっと引っ張る感じの打ち方をして、はい、ちょっとまあ偶然調子であった感じ、はい、ちなみにここから稲見プロが打ったらどのくらいの確率になりますか。ほぼ乗りますよ、ね、まあ例によっていつも通り、はい、もう乗らないあの人を見たことないです僕は、はい、そうなんですか、はい、でもそれも奥島コーチが教えたからこそのパーオン率っていうのもあるじゃないですか。もともとうまいのでもやっぱりここのライで、はい、まあ、すごいアマチュアの方皆さんからするとすごく難しい状況になってくるかもしれないですけれども、プロとアマチュアの違いってどんなところですか。まあ、傾斜にまずほとんど構えられてないですからね。例えばこういう傾斜行った時にいつも通り構えちゃうと左肩がすごい上がって構えちゃうんですけど、まあ、浮いてればいいですけどね。まだだいたいラフ、今こうラフの状況なのでこれからなんかちょっと沈んできますし、そういう中でこういう傾斜の中でこうやって構えたらうまくいかないよねっていうところですね。そこが多分一番あのセットアップがうまくいかなくてうまくいってないアマチュアの人が多いんじゃないかなと思います。まだ仕方じゃない構え、まだその構えを意識してアドレスをしてもらえれば、はい、成功率は上がりますよっていうところですね、うん、パーオン率も上がるというところですね、はい、ちなみにこのスライス系、フック系、持ち玉が違ってくると苦手な傾斜だったりありますか、はい、こういう状況だと、フック、ドローとかフック打つ方の方が当然ちょっとインサイドから来るので振りやすくなったりとか、そう持ち玉がスライス系、フェード系の方の方がこうやって振りやすいので、はい、比較的あの打ちやすいと思う。そうなんですか、はい、逆かと思ってました。打ちやすさで言ったら程度だと思う、そうなんですね、うん、ちなみに稲見萌寧プロは持ち玉程度にありますけれども、はい、苦手なライン傾斜あります。苦手なライありますかね。ないんですよ、見たことないですよ苦手なもないんですよね、まあ、深いラフとかちょっと苦手かもしれない。力がないからとかね、そういうのはあるんですけど、まあ、どっちかっていうとつま先下がりの方が苦手な感じがします。こういうライは得意ですね。ポンポンとかって腕動かすだけだからカットしていいし簡単に意外に打ってます。そうですね、うん、じゃあ実際に奥島コーチに打っていただきたいと思います。私ですか、はい、じゃあ奥島コーチ、はい、パーオン率が上がる傾斜からの打ち方を教えてください。はい、まあ、まず傾斜通りに構えるのもそうですけど、まあ、僕基本ドローヒッターなのでちょっと右あえて向きます。なので右バンカーの大体真ん中ぐらいを向いてアドレスして打っていきます。
うん、ナイスオンです。あ、これは乗りましたね。はい、はい、ね、今気をつけたポイントどんなところですか。もう必ずあの傾斜通りに構える、うん、そこ一番ですね。7割ぐらいそこに集中して、うん、あとは向き後ろがちゃんと見ておいてそこ合わせて、まあ、アドレスのみですね。やっぱコースなりに傾斜なりに立つっていうことになると、はい、まあ、つま先上がりの場合はちょっと後ろ体重になる。当然平らなところよりは体重はやっぱり後ろ側にかかってきます。もっと体重のかけ方っていうのもこうこの傾斜なりに、そう傾斜なりに構えると大体ちょっと左に多分寄ると思うんですね、勝手に、うん、だから左に自分で寄せるわけじゃなくて傾斜なりに構えたらたまたま左に乗ってるっていう状態で、まあ、基本はどの傾斜でも傾斜なりに立つ。そうですね、でフルスイングしない基本はもう、そこはもう必ずなので。番手はいかがですか。番手もフルスイングしない分やっぱちょっと大きく持たなきゃいけないんですけど、この状況だと左足が下がってるのでロフトは立つんですよね、はい、なので前行ってくれるので、まあ、距離通りの番手持っても全然いいと思います。あ、そうなんですね、はい、もっとこれ以上に傾斜がきつくなってくると、はい、ちょっとこの起き上がったスイングになると、はい、どうしても苦手というか球の芯にヒットしない。こうですからね、はい、もうそしたらもう腕ポンポンって動かして打つしかないですよね、うん、体使ったりもできないし、うん、じゃ結構もう手打ちっていうかできてやんないといけないっていう感じになってくるんですね、はい、つま先上がりだと上半身にパワーがない人だとやっぱこう手打ちってお話あったんですけど、はいはい、パワーがない人だとやっぱ飛距離が出ないっていうことにつながるかなと思うんですけれども、はいね、飛距離はそうですね、出づらいかなと思います。すごくそこを番手上げるしかないですよね、うん、もうね他に方法がない。うん、こうつま先上がりだと結構体を使って打つっていうよりももうそこはここまで上がったらもうあまり体を動かさないで確実に当ててちゃんと動かしてあげるっていう方がいいと思います。そうですね、はい、体を使うとこう動いちゃうので、うんうんうん、あんまりいいことないかもしれないし、グリップはやっぱつま先上がりですとかなり強い傾斜いったらちょっと短く持たないと当たんないが出てくるので、うんうんうん、それぐらいだったらまあ通常通りか、まあ、本当にちょっと短く持ってもいいかなとは思います。そうなんですか、分かりました。ボールの位置、ボールの位置はまあ傾斜なりに構えて、構えた時って傾斜なりだから傾斜に対して垂直になっているのでそのまま置くと多分ちょっと右に感じるんですけど、はい、これがまっすぐなので、うん、そこから見るとセンター。普段よりはちょっと右に置いてるように感じるかもしれないけど実際は傾斜がこう傾いてるのでこういう状態から見たらセンターっていうところですね、はい、これも左足上がりとかでもこう変わらないのですか。変わらないですね基本は、うん、こう、まあ、こういう状態がまっすぐになるのでそしたらボールがやっぱ変わらないですね何もね、うん、ぜひ皆さん傾斜行ったら傾斜なりに構えることをちょっと注意してやってみてください。今回撮影したのは横浜カントリークラブ西コース。設計家ビル・クーアとベン・クレショーによる改修で、ただ難しくするのではなく、さまざまなレベルのゴルファーが楽しめるという今のゴルフシーンにマッチしたレイアウトになっています。また2018年の日本オープンゴルフ選手権の舞台にもなった歴史と伝統に支えられた戦略性の高いトーナメントコースです。有名コーチのゴルフお悩み相談室、はい、ということで今回もですね奥芝智明コーチにアマチュアゴルファーのお悩みを解決してもらいます。はい、よろしくお願いします。55歳高山さんのお悩みです。傾斜からのアイアン精度が悪いです。練習場で練習できないので上達しません。何かいい練習方法はありますか。あ、確かに練習場はそうですね。なんかまあ、やっていいか悪いか分かんないですけど、うん、僕マットの上からちょっと降りて片足降りて打ったりとかしてましたけどね。練習場マットの両端から打つっていう、うん、左足下がりと右足下がり、うん、左足上がりか、うん、と両方できるので確かにそういうので、まあ、多少は練習はできるかなと思います、うん、結
構マットって薄めというか、まあ、実際の傾斜よりもちょっとなだらかにはなるんですけど、それでもやっぱ練習にはなるの？なります、なります、うん、練習場でもできることならばやっぱり傾斜の練習はした方がいいですか？できるならしたい。あ、やっぱそうなんですね。だってコース行ったら傾斜しかないもん。本当です ね、ほぼほぼね平坦なところってないですけど、はい、ないんですよね。だってゴルフぐらいじゃないですか、現場とあの練習する場所違うの。確かに、はい、そうですね、全然違いますから ね、うん、芝から打てる練習場もね限られてますからね。そうですね、確かに。じゃあ、マットだったり靴を脱いだりして、ね、自分で傾斜を作るっていうことが大事なんですね。そうです、はい、ありがとうございます、はい、次回はアライメントが狂いやすい状況でのレッスンをお届け。知らず知らずのうちにアライメントが狂ってしまうコースの罠とは。第10回の放送もぜひお楽しみに。